よし、じゃあ行ってきますよ。どうもこんにちは、今回はですね、奈良県に向かっています。以前にですね、スキレットを購入しまして、それからご縁がある会社なんですけども、今日はですね、展示会があるっていうことで、呼ばれまして、奈良県に向かっているという感じです。ここはね、今広島県ですけども、もうちょっとしたら高速に乗って、バーッと奈良県まで行こうかなと思っております。では広島岡山方面に向けて出発です。ちなみにですね、奈良県まではだいたい確かね5時間半ぐらいだったと思います。とりあえずね、安全運転で、安全第一で行きたいなと思います。はい、それではですね、そろそろ休憩に入りたいなと思います。ただいまの時刻はですね、10時33分。もうちょっとで三木サービスエリアに到着します。よし、休憩。こんにちは。すみません、ETC の領収書が欲しいんですけど。はい。よいしょ。履歴。すみません。利用証明書になります。はい。ありがとうございます。山口県から。奈良までですか。そうですね。奈良市にちょっと用があって。ご苦労さんです。ありがとうございます。奈良市に来られてますね。そうですね。休まずに来たんで。ありがとうございます。はい。どうも。ああいう会話があると嬉しいですね。さあ、あと1キロぐらいになりました。当然ね、この辺来たことない場所です。まもなく踏み切りです。よし、到着しました。じゃあそれではですね、初めてのスケーター株式会社、行ってみたいなと思います。展示会なんでね、どんな感じなんだろう。展示会と、あと展示会が終わった後は、ちょっとね、商品開発の会議みたいなのをしてというような感じになりますね。
それでは行ってまいります。ああ、なるほど、できました。大丈夫でした毎日これぐらい荷物があるんですか？そうですね。これが出荷分ってことですよね、きっと。いや、これ入ってきてるもんですね。あ、入ってるやつ。だから忙しい時期とかやったら、はい、1月、2月、はい、トラックバーッと並んで入りきらないかな。ああ、なるほど。出ていくとき売り上げが1日2億とか買うときもある。あ、そうなんですか。はい、繁忙期は。へえ。そこにトラック溢れ返ってて、はあ、はあははあ、こんだけ広さ買ってもトラックが全然間に合わない。そうですね。ということでやってきました。スケーター本社で行われた展示会。スケーターという会社の名前をご存じない方もいると思うんですが、もしお子さんがいらっしゃってお弁当箱やキッチン用品があればですね、作っているメーカーを見てみると実はスケーターだったりします。ご覧のようにキャラクターもののお弁当箱や水筒などを作られている会社なのですが、かなり幅広い商品展開をされています。今回はですね、展示会にアウトドアブースを作るということでレイアウトやデザインをやらせていただいたんですが、なぜかですね、いつの間にかかの力ブースになってまして、いいのかなと思いつつも見学させていただきました。スケーターの名前の由来って何ですか？スケーターなんですか？あれです、昔万年筆やって、はい、で万年筆はスケートのごとくすらすらって万年筆って。ああ、なるほど、はい、だから昔はスケーター万年筆っていう会社だったんですけど、その会長がそのスケーターっていう会社で名前変更して変更者の社名を。あ、なるほど、それでスケーターなんですね。そうです。アウトドア製品の開発を今一緒にやらせていただいてまして、新しいものも出来上がってはいたんですが、まだ発表前ということなのでモザイクをかけさせていただきます。展示品の多くが新商品なのでほぼほぼモザイクなんですが、そのあたりはご了承いただけると幸いです。キャラクターものだけじゃなくてですね、オリジナル製品だったり、赤ちゃん用品、あとはですね、衛生用品、本当にね、いろんなことをやられてまして、見てるだけでも楽しい展示会でした。でこちらがですね、スケーターさんとのご縁のきっかけになった 2way スキレットなんですが、スキレットに蓋がついてまして、蓋もフライパンになるというものになっています。で持ち手も付属してまして、この持ち手がですね、取り外しできるのでかなり使い勝手のいい製品だと今も思っています。あとはですね、電子レンジ系の商品も充実してまして、電子レンジで調理をするという方にもですね、おすすめできるような商品が多数展示されていました。この辺はですね、車の中に電子レンジを持ち込んでらっしゃる車中泊ユーザーの方とかにも、まあなかなか面白い製品なんじゃないかなと思います。そういった使い方もですね、まあ近々ご紹介できたらいいなと思っています。で面白いのがですね、この辺のコンビニのレジで買うドリンクありますよね、それをですね、入れることができるタンブラ
そのカップごと入れることができるようになっています。ちなみにアイスクリーム用のものもあったりします。であとですね、これからの季節にぴったりな、ハンディ扇風機、この辺もですね、最近開発されているということなので、これもちょっと使ってみたいところではありますね。そして巣ごもり製品というのが、最近人気だそうで、そういったものも取り扱ってらっしゃいました。こちらはね、歯ブラシなんですが、もうね、見てわかる通りですね、とんでもない量の歯ブラシがあるんですよ。さすがにね、キャラクターもの多数展開されてるだけあって、こちらもですね、子供さんと選ぶのが楽しいんじゃないでしょうか。でやっぱりね、コロナ禍なんで、マスクだったりとかマスクケース、その辺もね、人気だそうで、やっぱりですね、いろいろなものが取り揃えられていました。でこの辺りのですね、アウトドアコーナーはもうすでに発売されている商品なんですが、スキレットがあったりクッカーがあったりとかですね、キャンプなんかで活躍できる商品が多数展示されていました。でなかなかこっぱずかしいんですが、こういったパネルもですね、ご用意いただいておりました。紹介した、やっぱりですね、見てるとアウトドアブースっていうのは、皆さん気になるみたいでですね、展示会に参加した方の多くがですね、このアウトドアブースに立ち寄られていました。こちらはですね、近畿大学と一緒に開発されたマスクなんだそうですが、こちらもね、かなり品薄ということです。展示会見てと思ったんですが、僕はね、やっぱりキッチン用品系が好きなんだなと思いました。いろんなものが展示されているので、これはね、どうやって使うんだろうとか、このデザインいいなとか、そういうのを見るだけでもですね、とても楽しめた展示会でした。で僕が知らなかっただけでですね、今電子レンジの調理器具っていうのが、結構人気だそうです。この辺もですね、近々試してみたいなと思ったりしてます。でまたですね、海外向けに、日本の良さ、日本の製品の良さだったり、日本のデザインの良さだったり、そういったあたりをですね、アピールするという、この光月というブランドも立ち上げられているそうなので、こちらもですね、和風のものが好きという方にはかなり気になるブランドになるんじゃないかなと思います。でスケーターさんはですね、ペット用品も開発されているそうで、このあたりはですね、獣医さんが考えた食器シリーズということだそうです。食べるときにですね、負担がかからない姿勢だったり高さ、そのあたりをですね、研究して作られているそうなので、ペットを飼われているという方はぜひチェックしてみてください。もう本当にね、いろんなものが開発されてまして、大人向けのものもあれば子供向けのものもあるという感じで、本当にね、いろんなものを見させていただいて、楽しませていただきました。やっぱりですね、隅っこ暮らしはとんかつが少ないなというのも分かったので、その辺もね、ちょっと推したいところではあるんですが、とんかつあんま人気ないんだろうな。レンズを忘れてこれ忘れてました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。どうも、すみません、お世話になりました。ありがとうございました。ありがとうございます。今日本当にトイレがありがとうございます。ありがとうございます。いやいや、そうでございます。またよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。あ、お世話になります。今日これで帰りますので。そうですか、やら熱心に見てもらいまして、いろいろアイデアも出していただいて。いやいや、ありがとうございます。はい、またよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、また娘さんによろしくお願いします。ありがとうございます。欲しいも言ってくださいね。お願いします。はい、ありがとうございます。すいません、失礼します。失礼します。結構結構すいません、ありがとうございます。ありがとうございました。また
きますんでよろしくお願いします。ますんでよろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。じゃあちょっとこの旅の投稿が出てる。でそれも動画にしてはるんで、でうちのショールームのところから。ありがとうございます。また今試してもらいます。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。選んでください。ちょっと先生、カタログ選んでもって遠慮なく送りますんで。ありがとうございます。お世話になりました。失礼します。ありがとうございました。あ、すみません、ありがとうございました。お世話になりました。ありがとうございました。失礼します。また来ます。はい、ありがとうございます。いや、すみません、お世話になりました本当に。こっからは3時間ぐらいなんで楽勝です。楽勝ですか。楽勝で。はい。さっき言ったカタログ。はい、ちょっと入れときましたんで、あと会社案内も入れときましたんで、はい、もし何か補足で何か使える資料があれば。あ、わかりました。はい、あと、まあ、キャラクターは、まあ、さっき言ったように、はい、もし娘さんがこれって言ったらいただければ、まあ、すみません、ありがとうございます。はい、ホテルに参りました。まあ、面白いことは、ね、ないかもしれないですが、こんな感じです。よくあるテーブルがありますね。なんだろうね、こういうとこで仕事する人いるのかな。まあ、いるんでしょうね。そしてセミダブル的なベッドかな。そして額縁の裏を確認するが、お札はない。よし、こんな感じでね、ホテルをご用意いただきました。スケーターさん、ありがとうございます。これからね、特にすることもないんですよ。することもないのと、全館禁煙だそうです。まあ、今のホテルってそうですよね、きっとね。まあ、禁煙なのは当たり前かなと思います。はい、ということでですね、ホテルに帰ってまいりました。まあ、初日はですね、まずスケーターさんの展示会に行って、ちょっと会議というか、なんかミーティングみたいなのをしてという感じだったんですが、ずっとですね、テレビ会議をしてたんですよ。まあ、コロナがあるので、なかなかその一緒に会ったりっていうのも難しかったんですけども、今回ですね、初めてこう顔を突き合わせてお話ができたんで、まあ良かったかなという感じがしてます。それで明日はですね、また午前中はスケーターさんのところに行って、昼からは岡山県に行って、で3日目はですね、 YouTube で、岡山県に行きますよみたいな話をしてたらですね、それを見て連絡くださった方がいまして、そこの会社にね、ちょっと行ってこようかなと思ってます。その会社はですね、キャンピングカーを専門に扱っているという会社なんですけども、まあその辺とかもね、撮影とかできたら、いつも山口県にずっといたんで、まあいろんなですね、日本全国にこうどんどん出ていって、まあいろんなお話をしたりとか、いろんなものを紹介したりとか、いろんな遊びをしたりとか、そういうことにもね、つながるのかなと思ったりしますんで、ちょっとね、楽しみですね。楽しみだけど、一昨日ね、僕徹夜したんですよ。一昨日徹夜して、朝8時から11時ぐらいまで寝て、昨日は昨日であんまり寝れなかったんで、まあ眠たいし、お酒飲んだらやばそうだし、いやでも酒飲みたいな。飲み行こうかなっていうわけにはいかないよな。コロナがね、難しいっすね、本当に。うまいことなんかこう動画でまとまってればいいんですが、まあ、1日目はこんな感じで終わったので、2日目3日目と遊べたらいいな。これから先はね、やることないんですけども、とりあえずね、初日がこれで終わったということで、動画を締めたいなと思います。ということで1日目これにて終了なんですけれども、また次回もぜひ見てみてください。それでは。